松岡修造さん、お誕生日おめでとうございます。はい、ということで本日なんですけども、先日開催させていただきました第2回プレゼント企画のご当選品を発表させていただこうと思います。まあ、第1回の時もそうだったんですけども、私ちょっと変わったプレゼント企画をやっておりまして、先に参加者だけ募って後からプレゼントが決まっていくっていう相当変なプレゼント企画なんですけども、これがね、意外や意外、なかなか好評で結構な数の応募をいただいております。本当にありがとうございます。で、第1回のプレゼント企画の時もイケてるニューエラキャップをプレゼントできたのかなっていう風に思ってるんですけど、正直今回もエグいっす。マジで自信ある。結構ね、渾身のセレクトかも。ぶっちゃけね、これ僕もマジで欲しいやつなんですけども、気づいた時には僕のサイズがなくて、今回当選された方のサイズがね、たまたま残ってたので、もうこれしかないっしょっていうことで、今回これを選ばさせていただきました。とりあえず早速ですけど紹介させていただこうと思います。いや、正直ね、俺が選んどいてなんだけどね、これはマジで羨ましいぞ。それでは開けていこうと思います。バッカーン。で、今回ごめんなさい、内箱があるので、まず内箱を取り出していこうと思います。いやー、これはマジかっこいいぞ。もうね、お分かりの方もいらっしゃるかと思うんですけども、今回カプセルハッツというショップで購入をさせていただきました。正直カプセルハッツで買ったっていうだけでもう結構多分喜んでもらえるんですけど、ちゃんと中身もえぐいから。ではご紹介させていただこうと思います。今回開催させていただいたプレゼント企画のご当選品はこちらになります。じゃーん。ロサンゼルスエンゼルスの59FIFTYになりまーす。はい。いや、どう？えぐない？いや、超かっこいいんですけど。で、これベルベットっていう素材になるんですけど、よくね、ベロアと間違われるし、僕もうっかりベロアって言っちゃう時あるんですけど、ベルベットとベロアは全く別物です。で、ベルベットはね、めちゃくちゃ光沢感があって、肌触りも本当に滑らかで非常に高級感のある風合いですね。で、今回当選された方が X からのご応募だったんですけど、ちょっと勝手に SNS の方覗かせていただきまして、結構ね、普段からニューエラキャップ集めてる感じの方だと思います。しかもダイヤモンドバックスのヘビロゴがおそらくお好きで、それを中心に集めてるっていうのは SNS の投稿を見てなんとなく分かったんですけど、そうっすね、ヘビロゴにしても良かったんですけど、そっちの方が確実に喜んでもらえると思うし、僕もそうしてしまえば、楽なんですけど、ただそれじゃあちょっと僕のプレゼント企画としては何か物足りないよね。中にはさ、本当に特定のチームしか買わないっていう人も世の中にはいらっしゃるんですけど、そういう人だった場合はさすがにそのチームのキャップをちょっとプレゼントしなきゃいけないかなって思うんですけど、今回当選された方は絶対にダイヤモンドバックスじゃないとダメっていう感じでもなさそうだったんで、じゃあちょっとチームの縛りは取っ払って攻めたキャップ用意しようかなっていうことで、今回こちらを選ばさせていただきました。ベルベットをチョイスするあたり俺もイカれてんなって思いますけど、僕に多分あんまりね、お気に入ったチョイスは求められてないと思うので、ちょっと今回攻めちゃいましたけど、でもどうですかね、これもらったら嬉しくないですか？結構テンション上がるっしょ。いや、めちゃかっこいいぞこれ。ちょっと細かいところ見ていきますけど、もうね、なんといってもこのね、光沢感がえぐい。ちょっと動画で伝わるかどうかわかんないですけど、マジで綺麗ですね。はい。で、フロントロゴはね、一応ピーチかな、ピーチっぽい感じだと思います。で、ピンズが付属しております。これはカプセルハッツの、現状デフォルトのピンズですね。普通にかっこいいこれ。で、サイドパッチが1989年のオールスターゲームのサイドパッチがついてて、バッターマンもピーチかな、これは。うん。で、つば裏もピーチですね。この配色マジいいっすね。で、生産国は、中国になります。はい。どうでしょうか？素晴らしいと思います。結構渾身のセレクトですね、これは。エンゼルスはね、大谷選手の所属チームでもあるので、ちょっと移籍どうなるかみたいな話はありますけども、多分もうめちゃくちゃ大谷効果で、このキャップも売れてると思うっすよ。日本人はね、この特にエンゼルス買ってると思うし、このチョイスはさすがに大丈夫だと思います。それでは続いて、私用に購入させていただいたニューエラキャップをご紹介させていただこうと思います。いや、さすがに買いますよ、そりゃ。買わないと失礼。軽くご紹介させていただきます。じゃーん。クリーブランドインディアンスの59FIFTYになりまーす。はい。すいません。私もベルベット欲しくて買っちゃいました。めちゃくちゃいいんですが、結構ね、ニューエラーのこの品質問題っていろいろ言われることがあるんですけど、私はおそらくどちらかといえば、寛容な方だとは思うんですけど、これはちょっと残念です。ここわかります？めちゃくちゃベコーってへこんでるんですよ。ちょっとへこんでるとかはたまにあるんですけど、これがなかなかね、へこみが深くて、これ内側見るとめちゃくちゃよくわかるんですけど、かなりへこんでるんですよ。で、ベルベットっていうのもあるから、これね、めちゃくちゃ目立つんですよね。さっきも言ったように、この端がね、ちょっとへこむっていうのは、確かにたまにあるんですけど、だいたい、両方、この端の両側がへこんでるから、相対的に見て、あんまり気にならなかったりするんですけど、もうね、これ片側だけベコーってへこんじゃってるから、めちゃくちゃ目立つ。もう、これはね、型崩れ。でもね、これがね、販売できないレベルかって言われたら、これをね、不良品って言われちゃうと、ショップ側はかなり辛いところもあると思うので、ちょっと外れ引いちゃったなっていう感じで割り切りも必要だなと思いますけど、ちょっと残念ですね、これは。言うてね、私くらいになれば、これぐらいは多分普通に直せると思うので、自分で直して使おうと思います。インディアンスといえばね、代表的なモデルで和風集長が有名だったりするんですけど、随分前にあれも廃盤になって、血眼で今みんなが探してたりするんですけど、僕はね結構これはこれで好きなんですよ。このロゴ自体はね別に規制が入ってるわけじゃないから珍しくもなんともないんですけど、結構でもね渋いなと思いますよ。全体的なところはあんまり詳しく話しませんけど、見たまんまって感じです。はい。今回は、これから寒くなるっていうのもあって、ちょっと季節感のあるキャップを、セレクトさせていただきました。ここ最近ねベルベット扱うショップちょいちょい増えてきましたね。これからもっと増えると思うし、これね海外でしか買えないかって言われたら多分ねそんなこともなくて、ワンチャンねオフィシャルとかでも出ると思います。毎年出してる気がする。これはね結構周りと差をつけられるアイテムだと思うので、個人的にはかなりおすすめです。はい。そんな感じでですね、第2回プレゼント企画本当に皆さんありがとうございました。第3回はちょっとタイミングを見ながら、やれればやろうかなっていう感じで思っておりますので、ぜひですね、SNS の方をフォローしてお待ちいただければなと思います。はい。今日はそんな感じで終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。でもへこんでる方が俺のやつでよかったわ。